中国のテレビを見てみます。非常に中国のテレビはチャンネル数が多いです。ちょっとじゃあ順番にどんだけあるか回してみましょうか。まずこのチャンネルは1チャンネルです。1チャンネル、2チャンネル、3チャンネル、内容は全然わかりません。なんか悲しいような曲が流れてます。で4チャン、バスケか、バスケの試合か。6、7、8、9、10、ニュースかな、なんだろう。11、12、何でしょう、何かの事件か裁判か。13、あれ、野田さんが映ってるぞ。日本が映ってる。なんかあったんだね。会談かなんかが。何も聞こえませんよ。まあいいや。14、お、アニメだ。15、16、中国教育1って書いてある。中国の NHK みたいなテレビでしょうか。17、出た、軍人もの大好きです。中国軍人もののチャンネルいっぱいあります。ほら、日本人を悪く見せるような軍人ものテレビがいっぱいあります。ほら、なんかいっぱい人が死んでるぞ。
なんだこのチャンネルは。結構軍人ものやってます。夜なんか特にいっぱいやってますね。お、また麻雀が出てきた。22ちゃん、24、これも軍人ものです。テレビの中で「はい!」っていうようなセリフを言ってるような、そんな軍人ものがありましたね。ちゃんと日本人らしいその返事をしているようなドラマがありました。これだったかな。地物が多いですね。次行ってみましょう。26、なこれバットマン。27、28、29、30。まだ半分ぐらいですかね。31、32、33。34。変な通販番組ですな。35。うわ、これもあれか、これも通販番組。なんだか汚ねえな、俺。36、37、お、なんかすげえな。孫悟空みてえな。雲の中。